秋の干潟の風物詩となっている七面鳥が佐賀市の東岡海岸で見ごろを迎えています。東岡海岸です。今年も赤く色づいた七面鳥を見ようと県内外から多くの人が訪れています。この時期、有明海湾オーブで赤く色づき、海の紅葉とも呼ばれる七面鳥。塩分濃度が高い場所で育つ塩性植物で、環境省の絶滅危惧種に指定されています。佐賀市の東岡海岸は 1.6 キロにわたる国内最大級の群生地で、毎年一面が赤く染まり、訪れる人を楽しませます。七面鳥を知らずに来たので、まずどれなのかが分かりませんでした。海藻だと思ってたので、水中にこういるのかなと思って水の中を先ずっと探してたんですけど、もう10年以上前に来た時はもうちょっと赤かったかなと思ったんですけど、この自然を大切にですね、残していきたいなと思ってますけどね。みんな七面鳥は2018年には原因不明の立ち枯れにより生育が心配された時期も。市の職員や地域住民による種まき・清掃活動などにより環境は改善しましたが、現在もその形跡は残っています。今年は暑さの影響もあり、七面鳥の色づきは例年と比べて良くないということですが、12月初めまでが見頃だということです。まだまだですね、七面鳥は赤く色づくと思いますので、ぜひですねこの機会に訪れて見ていってほしいと思います。